皆さんおはようございます。4月17日水曜日、時刻は5時を回りました。ウェザーニュースライブモーニング、このお時間の担当は岡川聖奈です。よろしくお願いいたします。今日は北日本や関東などで急な雨、そして雨の強まり雷雨に注意が必要となります。では現在皆さんからいただいているウェザーリポートをご紹介していきましょう。1枚目のリポートは北海道紋別市の太郎くんさん、ありがとうございます。4時台に朝日が上がってきました。下層に少し雲はありますが晴れの朝です。気温は 8.4 度、肌寒いですねといただきました。紋別市ではしっかりと太陽が昇ってきた様子、お写真で撮影していただいております。ただまだ肌寒さはあるということで、朝と昼の寒暖差、北海道の皆さんお気をつけください。では続いて見ていきましょう。静岡県静岡市のカズボンズーさん、ありがとうございます。ひんやりと肌寒い空気が漂う中、強弱をつけながら降り続く雨、大きな雨粒がサーレベルで落ちています。風はなく、雨は真下に落ちて路面にはしっかりとした水たまり、先ほどまで聞こえていた雷の音はなくなり、少しずつ回復へと向かいそうですといただきました。現在静岡市内、強弱をつけながらもしっかりとした雨の降り方になっているようです。そして先ほどまでは雷も伴っていたということで、この後も急な雨の降り方の強まり、どうぞお気をつけください。では最後のリポート見ていきましょう。大阪府大阪市の南海ゆうねんさん、ありがとうございます。また降り始めたようです。ザーザーレベルの雨、路面もしっかり濡れていますので、通勤などお気をつけくださいといただきました。大阪府もかなりしっかりとした降り方になっているようです。ザーザーレベルということで、この後まもなく通勤だったり通学されるという方いらっしゃると思いますが、地域によってはそのような通勤のタイミングとこの雨の強まるタイミング重なってしまう恐れもあります。今日は余裕を持って行動するようにしてください。以上いただいたリポート3つご紹介していきましたが、ここからは予報センター吉野さんと一緒にこの後のお天気を確認していきましょう。吉野さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。現在もしっかりとした雨が降っているところあるようですが、はい、まず今の状況を教えてください。はい、皆さんの報告で確認していきましょう。はい、この時間帯は雨が目立ちますのが中部エリアから東北、北海道の日本海側といったあたりですね。はい、特にこの静岡県内ですとか北陸の一部、ゴーという激しい雨の報告も届いている状況です。はい、1時間に観測した雨の量を見ていきましても、最も強く降ったのが静岡県の浜松市で、こちらは46.5 ミリという激しい雨という形になっております。はい、今日は上空に寒気が入っている影響で大気の状態不安定になっておりまして、特に静岡県内ですね、この辺りでは風がぶつかるような形、南からの風と西からの風がぶつかるような形で局地的に雨雲が発達している状況です。こういった状況ですけれども、しばらくは続きますので、激しい雨注意ということになります。はい、またこういった状況ですけれども、雨雲はゆっくりと東に移動していく形になりますので、この後は関東でも一部雨の強まる可能性が出てきます。特に房総半島など南部のエリアで雨が強まりやすく、東京都心なども含めまして新たに雨雲が発生する可能性がありますので、通勤通学の時間帯にかけて天気の変化要注意ということになります。また北陸ですとか北日本の日本海側でも所々雨雲が発達するところがありますので、落雷ですとか突風などにも注意が必要ということになります。はい、さらにですね、大気の状態非常に不安定ということで、今日も雹のリスクというのが十分にある状況です。こちらは雹のリスクを表した図ですけれども、特に静岡県内から房総半島の南部といったところでは赤い表示が出ておりますので、十分な注意が必要ですし、その他のエリアでも雹がやあられが降ってきてもおかしくないといった状況になりますので、雨に加えましてこういった雹ですとか雷にも要注意ということが言えそうです。はい、そしてこういった雨ですけれども、午後にかけては徐々に解消傾向ということで、関東なども雨が降りやすいのはお昼過ぎまで、東北や北海道は少し雨が残りまして、午後も特に東北の北部から北海道の道央道南とい
ったところでは雨が降りやすくなります。こちらも雷を伴って強く降る心配というのがありますので、東日本では午前中を中心、そして北日本では夕方にかけて要注意ということになっていきそうです。はい、今日も皆さん空の変化には十分に注意してお過ごしください。はい、続いて今日の気温についてもお願いします。はい、地上の気温に関しては、ね、比較的高い状況となっております。はい、その気温から見ていきますと、西日本東日本の太平洋側ですね、今あまり雨が降っていないところを中心に15度以上ということで冷え込みが弱い状況、また北日本も朝から気温は高めとなっておりまして、札幌でも14度ということで、かなり暖かというとちょっと極端ではありますけれども、冷え込みのない朝となっております。はい、昼間は日差しが届きます西日本を中心に気温が上がりまして、九州ですとか近畿などは25度以上というところも出てくる見通しです。また現在雨が降っている東海エリアも午後は日差しが届きますので、雨が止んだ後は気温がぐっと上がってくる見通しです。また北海道ですね、こちらもオホーツク海側の内陸部を中心に気温が上がりまして、20度を超えるところが出てきますので、晴れるところでは少し汗ばむくらいの陽気というところがありそうです。はい、朝のうちはまだ肌寒いというリポートをいただいていましたが、はい、この後昼間になると各地気温が上がるところが多くなりそうです。服装で上手に調節を行ってください。でそして今日は天気の変化に注意が必要ということで、はい、おしまいに今日の空読みお願いします。はい、空の注目ポイントを確認していきましょう。はい、強い雨雷雨に注意が必要なのが濃い青色で塗ったエリアですね。関東から北日本、そして沖縄方面です。こちらは雲の底の色が注目ポイントという形になります。はい、雲の底が黒く見えますと積乱雲が空高くまで発達していることを示しておりますので、雨が強まったり雷ですとか雹、突風などを伴うリスクというのが出てきますので、要注意のサインということになります。はい、そして中部から近畿ですね、こちらは午後にかけて天気回復に向かいますので、雲の隙間が注目ポイント。雨が弱まってきて特に西側の空の雲の隙間が増えてきましたら、天気は順調に回復してだんだんと日差しが届くサインということになります。そして九州南部ですけれども、こちらは今は晴れているところ多いんですけれども、この後少しにわか雨の心配が出てきます。雲が増えてきまして、この雲の底の高さ、これが下がってきますとにわか雨のリスク高まってきますので、お気をつけください。はい、今日もこの後雲の様子に注目しながらお過ごしいただければと思います。ここまで吉野さんと一緒にこの先のお天気について確認していきました。吉野さん、ありがとうございました。それではここからは今日のお天気、アイコンでお伝えしていきます。今日4月17日水曜日、全国のお天気をお伝えします。北日本や関東では上空の寒気が通過し、急な強い雨や雷雨に注意が必要です。まずは西日本です。沖縄本島は雲が多く、今日や雷雨の恐れがあります。じめじめムシムシとした体感です。一方、九州から近畿は日差しが届いて穏やかな空となるところが多くなります。朝晩は涼しくても昼間は気温が上がり、少し暑く感じられそうです。また晴れるところでも黄砂の飛来にはお気をつけください。次に東日本です。関東は上空を寒気が通過し、大気の状態が不安定です。晴れていても急に強い雨の降る可能性があり、落雷や突風、雹にも注意が必要となります。外出の際は折りたたみ傘をお持ちください。また東海は早朝まで、北陸は午前を中心に雨が降りやすくなります。続いて北日本です。雨の降るところが多く、雨の強まり、雷を伴った雨に注意をしてください。また午後は日本海側を中心に黄砂が飛来する恐れがあります。気になる方は対策を行いましょう。昼間でも薄着ですと少しひんやりと感じられそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。改めまして皆さん、おはようございます。引き続き今日この先のお天気について、ウェザーニュースライブモーニング小川千奈が担当してまいります。よろしくお願いします。現在すでに豪雨レベルのご報告いただいているところもあり、しっかりとした降り方になっているところ出てきているようです。この後、通勤通学の時間帯と重なる恐れもありますので、しっかりと確認していきましょう。ではまず今日のお天気のポイントからお伝えしていきます。まず一つ目、北日本では今日雷雨の恐れがありそうです。
この後今のところそれほど強まっているところはないんですが、しっかりとした降り方、そして雷を伴う恐れがありますので、北陸から北日本にかけての皆さん、どうぞお気をつけください。続いて2つ目、関東は天気急変に要注意ということで、今のところ日差しが届いているところ、晴れているという報告を多くいただいている関東なんですが、いきなり天気が変わる可能性が今日は非常に高くなっております。いきなり強い雨が降ってきたりですとか、あとは雷を伴うところも出てくる可能性ありますので、空の変化には十分にお気をつけください。また昨日に引き続き雹の恐れも出てきております。最新の情報、この番組だけではなくウェザーニュースのアプリもご利用ください。そして最後、西日本の皆さん、西日本は穏やかな空も黄砂が飛来する恐れがありそうです。今日は近畿から九州にかけては晴れた空が広がるところが多くなるんですが、日本海側を中心に黄砂が飛来します。今日は日本全国各地で黄砂が飛来予想となっているんですが、特に日本海側で多くの飛来を見込んでおりまして、空が霞むこともありそうです。健康被害等気になる方は対策を行っていただき、また今日晴れるところでもなるべく外干しは避けた方が良さそうです。黄砂レーダーというのもアプリにありますので、ぜひご確認ください。さあ今日は恐竜の日ということで、背景は恐竜のリポート、福井県の方からいただいたリポートを使わせていただいております。はい、今日は恐竜の日ということですので、私もね、個人的に福井県で今年新しくできたあのテーマパーク気になっているんですけれども、ぜひね、そんな福井県の皆さんからの最新情報などありましたらお待ちしております。さあそんな4月17日のお天気、ここからは実況で詳しく見ていきたいと思います。まずはですね、こんな早い時間でもたくさんの皆さんに報告いただいております。いただいた天気報告で見ていきましょう。皆さん朝早くからありがとうございます。現在ですね、特に静岡県など黄色いご報告が目立つと思います。この黄色いご報告が豪レベルといって、雨の報告いただく中でも最も強いレベルを指します。ですので今静岡県沿岸部を中心にしっかりとした雨の降り方になっているようです。そしてこちらが今1時間あたりの降水量、5時までのものなんですが、1位が静岡県になっています。1位が静岡県浜松で51ミリ、1時間の中で51ミリ降ったということになります。2位が富山県宇奈月で 13.5ミリ、3位が秋ヶ島で11ミリ、そして4位と5位も静岡県となっておりまして、今静岡だったり富山でしっかりとした降り方になっているようです。1位の浜松に関しましては、1時間で51ミリということで、この豪レベルのご報告いただいているのも頷けます。ここで大雨による影響の目安、改めて確認していきましょう。1時間で雨量20ミリを超えると、傘が役に立たないレベルです。傘を差していても横殴りの降り方になったりして濡れてしまう、そんな雨になります。続いて30ミリを超えると、ところどころで道路冠水といったレベル、そして50ミリを超えると道路冠水ということになり、先ほど1位、静岡県浜松市では1時間あたり51ミリとなっていました。すなわちこの道路冠水レベルに値します。この後も通勤通学、お車使うという方いらっしゃると思うんですが、なるべくアンダーパスなどは避けていただき、この後も最新の情報、また路面状況等十分にご確認ください。ここまで大雨による影響の目安、そして静岡県浜松市の雨見ていきました。そしてですね、豪レベルのご報告いただいているということは、雷を伴っている可能性非常に高いんですが、ここで落雷マップ見ていくと、やはり豪レベルのご報告いただいていたエリアには雷マークが集中していることがわかります。この雷マークがあるということは、もうすでに発生しているか、もしくはこれから発生する可能性が高いということを示します。特に静岡県周辺、今しっかりと雷マーク集中しているので、伴っているのではないでしょうか。この後も雷の音が聞こえたら、コンクリート建ての頑丈な建物の中など安全な場所に避難するようにしてください。友達が浜名湖で釣りに行っている、やっぱり釣りだと早朝ね、自宅を出て
楽しむという方もいらっしゃるかと思うんですが、この後屋外でレジャーされる方など、すぐにですね避難できる場所の近くで過ごすようにしてください。ここまでは現在の落雷状況も確認していきました。さあ、そんな今しっかりと雨が降っているエリア中心に見ていきましたが、ここからは全国のお天気確認していきます。エリアごとで見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートのお時間です。北海道エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。道や道南を中心に西のエリアからだんだんと雨が降り出します。一時的に強まる恐れがあり、雷雨や突風、雹に注意が必要です。また道東の太平洋側では霧が発生する可能性がありますので、視界不良にご注意ください。予想最高気温は札幌で18度、旭川で21度です。前日よりも気温は上がらず、昼間でも薄着ですと少しひんやりと感じられそうです。以上、北海道の今日のお天気をお伝えしました。東北エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。広いエリアで午前を中心に雨が降りやすく、一時的な強まりや雷、突風、雹に注意が必要です。特に南部では朝の通勤通学の時間帯に雨が強まりそうです。午後は天気が回復して日差しの届くところもあります。予想最高気温は仙台で22度、青森で14度となっています。朝晩はひんやりとしても昼間はちょうどよく感じられそうです。以上、東北のお天気でした。関東エリアの今日のお天気をアイコンでお伝えします。日差しの届くところがあっても急な雨、雷雨にご注意ください。突風や雹を伴う恐れもあります。この後外出される場合は雨具が必要です。予想最高気温は東京で24度、千葉で22度となっています。朝晩は涼しくても昼間は少し汗ばむぐらいの体感です。一日の中での体感差が大きくなります。以上、関東のお天気でした。中部エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。静岡県や長野県、新潟県を中心に朝の通勤通学の時間帯は短い時間の中での雨の強まりや雷雨、雹に注意が必要です。ただだんだんと天気は回復して各地で日差しが届きます。予想最高気温は名古屋で26度、金沢で20度です。日向では汗ばむぐらいの体感になります。以上、中部のお天気でした。近畿エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。早朝までは雨、雷雨の可能性がありますが、その後は天気が回復して日差しが届きます。昼間は日向では汗ばむぐらいの体感です。予想最高気温は大阪で24度、京都で25度です。朝晩は少しひんやりとするため一日の体感差にご注意ください。以上、近畿のお天気でした。中国、四国エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。
日差しが届いて穏やかな陽気です。ただ黄砂が心配ですので、気になる方は洗濯物の外干しを控えた方が良さそうです。予想最高気温は広島で23度、高知で25度です。昼間は日向では汗ばむくらいの体感になるところが多くなります。朝晩との体感差にお気をつけください。以上、中国四国のお天気でした。九州、沖縄エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。まずは九州です。広く日差しが届きます。ただ南部はだんだんと雲が多くなり、午後はにわか雨の可能性がありそうです。予想最高気温は福岡で22度、鹿児島で24度です。日差しの下では汗ばむくらいの体感になります。続いて沖縄です。沖縄本島は雲が多く、雨の強まり、雷雨の恐れがあります。ジメジメムシムシとした体感です。予想最高気温は那覇で27度、石垣島で31度です。先島諸島では日差しが届きますが、にわか雨、雷雨の可能性があります。日差しでじりじりと暑く感じられそうです。体調管理にお気をつけください。以上、九州沖縄のお天気でした。ここまでは各地エリアごとのお天気アイコンでお伝えしていきました。さあ、もう一度現在しっかりと雨が降っているエリア中心に見ていきたいと思いますが、静岡県見ていきましょう。1時間あたりの降水量、先ほどより更新されて1位が静岡県浜松52ミリとなりました。先ほどまで51ミリだったんですけれども、その5時のデータ51ミリが4月の局地を更新したということです。4月の局地更新となった静岡県のこの雨量、現在もしっかりと雷を伴った降り方になっているところがあるようですので、静岡県周辺にお住まいの皆さん、朝のうちはこの雨の強まりお気をつけください。ではこの後のお天気どうなっていくのか、アプリから見ていきたいと思います。静岡県中心に見ていきましょう。このように赤いところほどしっかりとした雨を降らせる活発な雨雲ということを指しますが、この雨雲どのように動いていくのか、オレンジ色のレバーで時間を進めて確認していきましょう。この後時間の経過とともにどんどん東の方に流れていく見込みではありますが、その分この後10時20分頃になると関東各地で雨雲がかかるところが出てきます。この後東の方へと雨雲が流れていくというのが非常に分かりました。また北日本では引き続き雨雲が残るところもありますので、この後もお気をつけください。またですね、落雷というのもありまして、落雷レーダーもこちらからご覧いただけますので、時間を進めていただきながら、この後時間を進めていくと7時50分でもやはり静岡県には雷雲が残る見込みとなっておりますので、最大3時間先まで確認できるこの落雷モードもご利用いただければと思います。そしてですね、今日は非常に予測しづらい急な天気の変化注意が必要です。そんな時に役立つのがゲリラ雷雨モードです。下に詳しくありますが、紫色であればあるほど天気の急変注意が必要ということになりますが、この後9時ぐらいになると関東も紫色になるところが出てきます。急に晴れているのに雨が降ってきたということも考えられますので、こちらのゲリラ雷雨モードもご利用お願いします。この後は5時30分から番組を再開し、最新の気象情報をお伝えしていきます。皆さん今日も空の変化に気をつけていってらっしゃい。
さあここから番組を再開して引き続きウェザーニュースライブモーニング小川千奈が担当しております。気になる今日4月17日この先のお天気中心に見ていきましょう。担当は小川千奈です。よろしくお願いします。さあ時刻は6時30分を回りましたが、皆さんそろそろお仕事に行かれる準備されるという方多いと思います。しっかりとこの後の服装なども心がけつつ素敵な一日を過ごしください。あ、暑いですね暑い。最近電車に乗った時に足元に冷房が効いてる気がして、ですよね、あ、その季節が来たって思ったんですけれども、もう盛岡冷麺の季節かな、年中私は冷麺ですねなんか冷たいものも食べたくなるような暑さですが、ね、本当に暑いんですよ。番組準備中も暑いなと思って、どうしたらいいんでしょうね去年はねファン付きの服を着てみたらっていうコメントが届いたりしたんですけど、確かに調べたらありました、なんかこの辺にウィーンっていうね、確かに音が乗っちゃうから NG ですね。いやー、なんかこの辺とかにねファンがあるといいんですけど、暑いですね。皆さんもご自身の体感に合わせた服装を心がけてください。さあこちらがこのスタジオ周辺のお天気カメラの様子なんですが、ちょっと雲がやっぱり多めの様子です。日差しの存在はあるんですが、分厚い雲が残っている様子、このお天気カメラから確認することができます。もうすでに東京と神奈川の境目、県境あたりには雨雲が発生して雨のご報告いただいておりましたが、まだこの幕張周辺は雨の降っているところがなさそうです。ただこの後天気が急変して土砂降りの雨になるような可能性もありますので、忘れずに今日傘をお持ちいただきたいと思います。ここまではこのお天気カメラの映像を見ていったんですけれども、この後も皆さんからのリポートなどお待ちしています。ではですね、早速見ていきたいと思うんですが、北海道からエリアごとで見ていきましょう。北海道室蘭市のうさぎの寝言さん、ありがとうございます。今朝も霧が濃いめの朝ですといただきました。こちら室蘭の方からいただいたんですが、霧が発生したリポート北海道からも届いています。今日は特に北海道太平洋側を中心に霧が発生する可能性が非常に高く、もうすでに室蘭でも発生しているということですので、この後視界不良には十分にお気をつけください。お車の運転なども、ちょっと今日は早めに家を出るなどの対策が必要になりそうです。室蘭の方の霧のリポート見ていきましたが、続いて見ていきましょう。岩手県北上市のダンちゃん岩手さん、ありがとうございます。桜が散り始めましたねといただいています。ワンちゃんの可愛らしい後ろ姿が見えますが、朝お散歩をされているようです。影なしということで、ちょっと曇りがちではありますが、穏やかな空確認することができます。北上も散り始めたんですね。もう東北でも散り始めのリポートが届いたということで、北上天正地、有名な名所がありますけれども、天正地はよくこう桜と鯉のぼりのコラボレーションが綺麗なところで、ですのでこう咲くのが4月下旬から5月上旬とかだったりするんですが、そんな北上ももう散り始めている、早いですね。こう盛岡の友達に聞いても、もう咲いて満開だよっていうね連絡も来たりしたので、もうあっという間で東北も散り始めたということでした。ただね、その分こう各地花いかだだったり、花びらの絨毯などのリポートも多くいただいておりますので、こう散り始めの景色も楽しむことができそうです。さあそんな東北北海道のリポート見ていきましたが、いただいたご報告見ていきましょう。北海道はまだそれほど雨が降っていなく、そして日差しが届いているところもあるようなんですが、北海道道南から東北にかけて、東北はもうすでに雨が広く降っております。中にはですね、秋田県内ザーザーレベルであったり豪雨レベルの報告届いておりまして、今しっかりと雨が降っているようです。東北に関しては太平洋側よりも日本海側を中心に雨が降っていることがわかります。この後もしっかりとした雨の降り方お気をつけください。また東北南部ほどこの後通勤通学の時間帯強まる可能性がありそうです。ここまで北日本見ていきました。
では続いて東日本見ていきましょう。神奈川県横浜市のプラチナさん、ありがとうございます。ポタポタと雨音が聞こえました。仮想の雲の下に登っていくお日様が見えていたけど、結構な量の雨が降っていました。通り雨でたちまち止みました。夜中もわずかな時間ざっとたくさん降ったようですといただいています。横浜の方からは沢レベルの雨ということで、お写真の中でも雨の降り方が映り込んでいる、そんなお写真になっております。通り雨のようなんですが、昨日も降っていたということで、ちょっとすっきりしないお天気が続いているようですが、この後午後になると天気は回復していくところが多くなりそうです。横浜の皆さん、この後午前中のうちは空の変化お気をつけください。横浜の方から雨雲アラームの通知が来たと、コメントも届きました。ぜひ今日は特にね、雨雲アラームが役立ちそうですので、皆さんご利用いただけると嬉しいです。さあ、ではもう一枚見ていきましょう。静岡県浜松市のそよ風さん、ありがとうございます。すんごいまだ降っていますといただきました。すんごいといただきましたが、もう手すりなどにも雨のしずくがついている様子、動画でいただいていまして、しっかりとした降り方であることがお分かりいただけるかと思います。浜松市は1時間あたりで52ミリを記録したタイミングもありました。5時過ぎでしたけれども、それぐらい降っていたということで、今大雨警報が発表されている地域もありますので、まだまだちょっと油断はできない状況です。この後も雨の降り方、ちょっと傘をさしていても濡れてしまうレベルだと思いますので、替えの靴下であったり着替えタオルなどがあると今日はいいかもしれません。同じ静岡の方からも、まだザーザー降りですとコメントがいただきました。静岡ではまだしっかりとした降り方になっているようですが、いただいたご報告で見ていきましょう。やはり静岡県まだ豪レベルのご報告各地でいただいている状況です。またそれだけではなく、長野県内なども、ザーザーレベルの雨のご報告いただいております。関東に関してはまだ日差しの届いているところがあるようなんですが、徐々に雨のエリア拡大してきていまして、千葉でも今弱い雨が降り始めたというご報告でした。皆さんのご報告を見ていくと、非常にこうね、空の水位が分かりやすくて助かります。この後さらに雨のエリアが拡大していく見込みですので、今まだ晴れているところ、曇っているところでも雨が降ると考えていただいた方が良さそうです。ここまでは東日本のお天気見ていきました。そしてですね、東京都葛飾区のライブカメラ、ここで見ていきたいと思います。よく見ていきましょう。5時から時間を進めていますが、空まだ明るいですね。見えました、見えました、皆さん見えました。よく見ててくださいね。5時30分からスタートして、この辺、虹が見えました。葛飾区の方からのライブカメラ、空カメの映像なんですが、スタッフさんよく見つけましたね。すごい、見つけてくださった。すごい。こんな感じでね、あのアプリのライブカメラモードを見ていると、もしかしたらあっとした発見があるかもしれません。ぜひね、あの虹があったという時はコメント欄でも教えていただけると嬉しいです。どこどこのライブカメラに虹がありました。わからなかった。ほらほら、ここほらあ、止まった。虹を発生させた人みたいになってますけど、ここです、わかりますか。ここです、ここ。お分かりいただけただろうか。すごい、これを見逃さなかったスタッフさんがすごいんですけれども。ありがとうございます。このように、ね、天気の変化を追っていけるライブカメラ、空カメ、非常に助けられております。この後も皆さんからいただいた映像を見ていきたいと思いますが、まずは葛飾区に虹が出たよということでした。さあ、そんな東日本のお天気見ていったんですが、最後西日本も見ていきたいと思います。兵庫県加古川市のラビットさん、ありがとうございます。昨夜のゲリラ雷雨は嘘のように晴れて、雲の間からは太陽さんが覗いています。
このまま天気は回復するでしょうかといただきました。兵庫県の上空ちょっと雲は多めではありますが太陽しっかりと届いているということでした。昨日は兵庫県などではゴルフボールぐらいの大きな雹があったということで、私自身もこうね SNS などを拝見していると車のガラスが割れたとか、あとはもう運転中に割れちゃって怪我をされた方がいらっしゃったとか、すごく雹によっても被害が多かったということがありました。この後も今日は東日本中心に雹の可能性がありますのでお気をつけください。ただ今日は兵庫県に関しては天気が一転し日差しが届いて穏やかなお天気になりそうです、怖いですよね。この後も天気の変化、ぜひゲリラ雷雨モードなどもご利用ください。では続いて見ていきましょう。広島県三原市の広島魂さん、ありがとうございます。ほとんど葉桜に変わりましたが、すっきり快晴の気持ちのいい朝ですといただきました。広島の方からいただいた、なんて清々しい朝なんでしょうか。すごく爽やか、いいですね。雲が一つもなく、こんなところを散歩したいなと思いますが、やっぱりね、東日本ちょっと今日は曇っている分、西日本のこの清々しい朝の風景を見て癒されようと思います。葉桜に変わりつつもちょっと桜はまだ楽しむことができる、そんなリポートでした。まだ朝のうちはね、ランニングだったりウォーキングなどを楽しむことができそうですので、この日差し有効活用していただけると嬉しいです。ただし黄砂には十分にお気をつけください。さあここまで西日本日程見ていきました。いただいたご報告ですと、今日は広く晴れています。近畿エリアちょっと朝のうち曇っていて、またちょっとね早朝までは雨の降っているところもあるんですが、この後天気は回復していく見込みです。西日本は今日は穏やかなお天気になります。ではおしまいに沖縄見ていきましょう。いただいたリポートです。うるま市の夢咲さん、ありがとうございます。なんとか日の出は見られるかといただきました。日の出が見えている様子、うるま市の方からいただいています。ちょっと雲が多そうなんですが、それでも頑張って太陽さんが顔を出した様子、うるま市の方からいただきました。一応今日は傘マップ沖縄は、折りたたみ傘を持ってくださいということだったんですが、いただいたご報告見て、こちらが傘マップですね、沖縄方面やはり水色で、先島諸島を含め今日は折りたたみ傘があると安心ですということでした。またね、報告見ていきますと、今のところ晴れているところも多いようなんですが、この後沖縄方面も天気変わりやすくなっていますので、傘忘れずにお持ちいただけると嬉しいです。ただその分湿気も多くジメジメとした体感になりますので、体調管理であったり水分こまめにとっていきましょう。ここまでは北海道から沖縄までの天気報告とリポートで実況を見ていきました。では今日の空読みポイントをお伝えしていきます。まずは黄色いところ見ていきましょう。黄色いところが雲の隙間を見かけたら天気回復のサインです。朝のうちは天気変わりやすいところにはなるんですが、この後雲の隙間が見えてくると天気が回復するサインになります。そして黒い雲、北海道から関東また沖縄方面の皆さん、雲が色づいてくると雨の強まり雷雨のサインになりそうです。そして最後、雲の高さ、雲がどんどん低くなってくると雨に注意が必要となります。この後も雲の様子、大きさ、高さ、色など注目してお過ごしください。ここまでは今日の空読みお伝えしました。ではですね、今日特にお役立ていただけるであろうゲリラ雷雨モード見ていきたいと思います。普段雨雲レーダーご利用いただいていると思うんですが、今日の特に北から東日本の雨の降り方というのは非常に予測がしづらいゲリラ雷雨と呼ばれるものになりますので、普段ご利用いただいている雨雲レーダーよりはゲリラ雷雨の方が、こちらお役立ていただけるかと思います。
現在静岡なども紫色に染まっていますが、時間を進めていくことでこの後天気が急変するリスク、色で分けて確認することができます。10時頃になりますと関東、千葉などを含めて、ゲリラ雷雨、天気急変の可能性が高いということを示します。この後も皆さんからいただいたリポート、そしてご報告をもとに予報センターでは、こちらのゲリラ雷雨の予報を作っているんですけれども、この後も空の変化、このモードと合わせて注意をしていただきたいと思います。ここまではアプリゲリラ雷雨モード見ていきました。さあではここからは皆さんからいただいたこのライブカメラネットワークのお時間にしたいと思います。つい先ほど葛飾区の空カメの映像を見ていきましたが、その他も今日たくさんの皆さんに設置していただいていますのでご紹介していきたいと思います。全国のリアルタイムの空を確認することができるこちらの機能なんですけれども、本当にたくさんの方に設置をしていただいておりましてありがとうございます。なんと4月16日時点では488台と、もうどんどん増えてきました。ありがとうございます。各都道府県に設置されたということで、そうですね、北海道もぐっと増えました。東北の方にも設置していただいていて、東北の方も今のところ青空が見えているということが分かります。雲の流れなども非常に分かりやすいです。ただ道南もすでに雨は降っているのでしょうか。ちょっと、運転も低い様子が分かります。北海道は地点によって天気が違うということが分かりましたけれども、秋田、先ほどしっかりと雨の降っているところがありました。秋田県秋田市の空見ていくと灰色の雲が広がっていることが分かります。岩手も増えたねといただいていますが、本当にね、岩手もグッドライブカメラの地点数が増えて非常にありがたく思います。特に県南の方に設置を多くしていただいていてありがとうございます。千枚屋の方にも設置していただきました。ぜひ皆さんもアプリから確認することもできますので見てみてください。さあ今日天気の変化が心配な関東方面ですが、先ほど雨の降っていたところもありましたね。どの辺にしようかな。ちょっと白くなりましたので別な地点、川崎市、最初は青空が見えているんですけれども、どんどん灰色の雲に覆われていくことが分かります。雲が若干増えてきたというこの移り変わり、確認することができています。川崎市の空、若干雲の高さも低くなってきているという、時間の推移とともに変化が分かるんですが、静岡県見ていきましょう。静岡浜松見ていきますと、やはり雲の高さも低く、空の変化が非常に分かりやすいですね。日差しは確認できず、どんよりとした天気がずっと続いている様子が、この時間の推移とともに分かります。さあそんな東海まで見ていきましたが、近畿以西はもう晴れているところが多くなっているようで、神戸、兵庫は、ちょっと空が雲が多かったタイミングもありましたが、この後どんどん晴れてくるということで、どんどん日差しが増えてきて雲の隙間見えてきたことが分かります。このように雲の隙間が見えてくると天気回復の兆しのサイン、そして雲がなくなったということで、このどんよりとした雲がどんどん回復していったというこの移り変わりが神戸の空分かりました。さあ四国中央市の空ですが、若干雲が多いタイミングもありつつも日差しが届いているということが分かります。各地このね、屋根なども映していただいているので、雨が降った時非常に分かりやすいと思いますし、皆さんすごく工夫してくださっていてありがたいです。大分、現在上空は青空が広がっており、穏やかな空が広がっていることが分かります。沖縄の方もしっかりと、設置していただいておりまして、沖縄自動車道ちょっと雲が多い様子が分かります。千葉県船橋市の方からポツポツ雨が降り始めましたということで、もう千葉でも雨が降り始めてきたところがあるようです。
こうパッと見ていきますと、やはり千葉県も雲が多くなってきたところが分かりますので、この後も船橋ありましたね、太陽が眩しく届いている5時台非常に分かりやすいところに設置していただいていて、あ、どんどん太陽が隠されていった、この水位が非常に分かりやすいライブカメラの映像です。船橋は今雨がポツポツ降り始めてきたということで、5時台よく見えていた太陽が隠れたということが分かりました。そしてですね、アプリからもこちらの映像を見ることができますので、アプリのライブカメラモードからこちら確認していただけると嬉しいです。会員の方はですね、24時間手動で振り返ることもできますので、こちらも合わせてご活用ください。ここまではライブカメラネットワークの時間でした。ではですね、ここからは予報センター吉野さんと一緒に今日この先のお天気確認していきます。よろしくお願いします。お願いします。もうたくさんの方にこの空カメを設置していただいているようなんですが、はい、先ほど葛飾区では虹が見えていたということで、うん、そうですね、はい、関東はちょっとお天気変わりやすいようですね、はい、そうですね、日差しが届いているところと雨が降っているところというのがあるので、はい、この今ね、この空を見てもね、半分ぐらい青空で半分ぐらい雨を降らせるような雲ということで、はい、非常にね、雨と晴れの境が明瞭になっているというところが特徴的ですね、はい、で実際にね、衛星画像で見てもこの様子が分かります。関東付近見ていきましょう、はい、現在船橋などで雨が降ってきたということで、先ほどね、東京都心ですとか神奈川あたりに降らせていた雨雲が現在千葉県内に入りつつある状況です、はい、ただその西側ですね、実は雲のない領域がさっきまで雨が降っていたところほとんど今雲がないんですよ、はい、で先ほどのね、空カメで見てもこのエリア今青空になっているエリアが多くなっておりまして、はい、今さっきまで雨が降ったところでまた晴れているという形になっております、はい、ただそのすぐ南側静岡県のあたりには活発な雨雲の帯がありまして、一部房総半島までやってきたという形ですね、はい、ちょうどこの時間帯はまだ太陽光線が太陽の角度が低いので、この発達した積乱雲ですね、非常に、ね、高さが分かりやすい。この雲を見ますとね、はい、画面で左側に影がはっきりとできていて、これ非常にこうもくもくとしていて、太陽がこちらから当たっているのでここに影ができるということでね、非常に発達しているというのがよく分かります、はい、また北の方に見ていきましても、現在長野県ですとか北陸、新潟県の一部と東北あたりにも活発な雲がありますし、あと新潟県の佐渡から海上方面にも、南北に伸びる活発な雲の帯というのがありますので、これが近づいてきますと東北の日本海側でも雷雨になるリスクというのが高まります、はい、また北海道も海上中心ではありますけれども結構活発な雨雲点在しておりますので、この後東日本北日本は要注意ですね。また関東もね、今晴れているところありますけれども、はい、この後ですね、この上空の気圧の谷に伴うこの赤いところが渦度というね、低気圧性の回転をが強いところというのを示しているんですけれども、はい、こういったところでは雨雲が発達しやすいということが考えられます。でこの強い領域というのが今静岡あたりにあるのが9時ぐらいにちょうど関東付近を通過していきますので、今一旦日差しが出たところもまた再び雨雲が急発達して雷雨というリスクというのが十分にあるということが考えられます、はい、そしてこういった赤いところのエリアというのが午後は徐々に北に上がっていくということになりますので、はい、午後はどちらかというと北日本で雨が強まりやすい状況になる見通しです。また関東も激しい雷雨というリスクがあるのはお昼過ぎとまでだと見ておりますけれども、はい、その後も夕方にかけて、大気の不安定な状態というのは続きますので、雨雲の予想で見ていきましても、この活発な雲が抜けた後も関東付近少し雨が残るような形になりまして、午後も急な雨というのはまだ心配が残るという状況ですね、はい、ですので今日のお出かけにはどの時間帯に出かけるにも折りたたみの傘は常備しておいた方が安心かなというふうに思います、はい、そして西日本方面は今日は比較的晴れるところが多いんですけれども、大陸から前線が次第に伸びてきますので、奄美ですとか沖縄、あとは種子島、屋久島あたりまでは夕方までに雨が降り出しそうです。で現時点では九州の南部ギリギリかかるかかかんないかなという、ね、くらいになっておりますので、まあ、念のためこのエリアも折りたたみの傘あった方が安心じゃないかなというふうには思います。はい、こう東日本だけではなく北日本も雷を伴う可能性はありますか、はい、うん、そうですね、現在はまだあそこまで発達していない雲でもこの後雷ですとか雹、突風などのリスクというのは北日本も十分にありますので、こちらは1日を通して、ね、注意が必要ということになっていきます。はい、今日は北から東日本を中心に各地天気の急変に注意が必要です。ゲリラ雷雨モードもぜひご利用ください。
ここまでは今日この先のお天気、吉野さんの解説でした。吉野さんありがとうございました。ではこの後7時から番組を再開しまして、最新の今日のお天気をお伝えします。